シルバーシャドウは、イギリスの自動車メーカー、ロールスロイスモーターカーズが、ロールスロイスブランドで1965年から1980年まで、販売した高級車である。同じプラットフォームからの派生車として、ロングタイプのボディを持つシルバーレース2、ピニンファリーナがデザインしたクーペであるカマルグ、ベントレー版の T シリーズなどがある。設計は、 先代のシルバークラウド発表直後から始まり、1965年9月に発表された。自身が時代に対応していくためという意味もあったが、高島静雄によれば、1963年月に発表されたメルセデスベンツ W100 への対抗意識が明らかだという。かつての水準とは比較にならないとはいえ、依然として設計も工作も極めて入念である。 しかし内容は小型化されたモノコックボディ、後輪独立喧嘩、油圧セルフレベリング機構、前輪ディスクブレーキなどを装備するごく平凡な現代的自動車となった。ボディはロールスロイスとしては初めてとなるモノコックで、前にエンジンと前輪喧嘩、後ろに後輪喧嘩の付くサブフレームを持ち、前輪独立喧嘩と、 相まって、ホイールベース119.5位に小型化されている。ボディデザインは発表当初、プジョー403の拡大版と評された。1975年のカマルグ発表まで大やけにはならなかったが、ロールスロイスとピニンファリーナとの関係は1950年代から、ベントレーのスペシャルコーチワークを手掛ける形で、単なる、車種メーカーとコーチビルダー以上の関係が始まっており、 プジョー403の拡大版は事実の可能性もある。リアウィンドウの強い角度は1975年登場のキャデラックセビル以降のアメリカ車に大きな影響を与えた。V 型エンジンの谷間に2つのプランジャー型油圧ポンプがあり、クランクシャフトから短いプシシュロットを介して駆動され、発生した油圧はクランクケース左側面にある2つの球形アキュムレータに蓄えられ、 主として、ブレーキ、片方の一部が、車高制御に使われている。アキュムレータは、鉄製で、内部を、ブチルゴムで仕切られ、一方は1000プシーの窒素ガス、もう一方が油圧である。油圧が2500プシーを超えると、シトロエン特許のレギュレーションバルブが、リザーバーにオイルを逃がすようになっている。シトロエンは、特許量の代わりに、スカットルに、 シトロエンの特許である胸を明示するよう要求したため、その胸のプレートがついていた。ブレーキは一気に前輪ディスクになったが、ロールスロイスらしい、完全主義的なもので、前のアキュムレータの油圧は、車両全体の制動力を100%とすると、前輪ディスク31%、後輪ディスク16%を担当する。後ろのアキュムレータは、 後輪ディスクの31%を担当する。主に足にブレーキの作動感覚を与えるためサーボを持たない通常の油圧式ブレーキシステムも備えており、これが後輪ディスク22%を担当するとともに他のに系統がダメになっても慎重に走れば帰って来られるようになっている。この他後輪のピストンを機械的に動作するパーキングブレーキが独立して存在している。 ブレーキディスクは前後ともファイ 280mm がアーリング製で、泣きを防ぐため演習にステンレス製ワイヤーを巻いてある。ステアリングはロールスロイスとしては初めてアメリカ製を採用ゼネラルモーターズのパワーアシスト付き。スポークが1文字の2本になったのもロールスロイスとしては初めてであった。エンジンは従来通り内径ファイ 104.1mm。 工程 91.44mm の V 型8、気筒 6230cc だが、燃焼室形状の改良で2%出力、向上し、またスパークプラグが排気マニホールドの下から、ヘッド上圧らに移されて整備性が向上した。トランスミッションは当初時制4 a t で、ギアセレクトを軽くするため新たに、電気モーターを備えたため指先で、セレクトできるようになった。 モノコック化により、オリジナルからデザインを大幅に変更することは困難となり、コーチビルダーの存在意義は薄くなった。コーチビルドボディは、ミュリナーパークウォード製にドアサルーンが571台、ミュリナーパークウォード製ドロップヘッドクーペが504台、ジェームズ・ヤング製にドアサルーンが35台だが、社内コーチビルダーのミュリナーパークウォードが製造した全2社は、オリジナルボディの派生型に過ぎず、 ジェームズ・ヤング製も、オリジナルと大差ないデザインでただ高価なだけであり、ジェームズ・ヤングが消滅したため少数に止まった。発表後間もなく、輸出が始まり、左ハンドル車には、ゼネラル・モーターズ製、ターボ・ハイドラ・マチック 3AT が装備された。右ハンドル車は、自社製 4AT である。1967年に、マーガレット王女専用車として、センターピラーの直後で4ン伸ばした。 ホイールベース123.5インのロングホイールベース版が1台だけ製作された。1969年5月にはロングホイールベース版が量産モデルとされ、当初対アメリカ輸出分のみ生産された。またインテリアを改良しケーキ板の上にパッドをつけ、ドアレディーズを凹ませるなどして、アメリカの安全基準を満たした。1969年。 排気ガス規制適合モデルからエンジンが内径ファイ 104.1mm 工程 99.06mm の 6745cc に拡大され、1970年に標準仕様となった。この頃にはトランスミッションがゼネラルモーターズ製ターボハイドラマチック 400-3AT になっている。1971年3月。 クーペ版とオープンカー版がさらに高性能で豪華になるとともに高日種という名前を与えられて独立車種扱いとなった。1977年に圧縮費を9.1から7.3に下げ無塩ガソリンが使用可能になった。また、日本の51年排ガス規制をパスした。価格は1975年10月10日現在で1585万円。 LWB が1785万円、LWB パーティション付きが1870万円であった。1977年春にモデルチェンジを行い、シルバーシャドウ2となった。外観からわかる識別点は、エアダム装備と大型化されたポリウレタンバリバンパーで、あるが、エアダムは日本仕様には装備されない。ステアリングがリサーキュレーティングボール式からローバーピー。 ロックと共通のバーマン製、ダックピニオンに変更され、操縦性が見違えるほど向上した。また、カマルグの全自動やコンディショナーを標準装備した。ホイールベースが1、2位に延長されている。このモデルチェンジを機にロングホイールベース版は、シルバーレース2という名前を与えられて、独立車種扱いとなった。ありがとうございます。